こんにちは。今回は赤道寸外共和国の観光名所を見ていこうということで、今回ラスステパンフレットにある見どころなどをこの動画で一部紹介していこうと思います。また観光地だけではなく国土のあらましなども解説していくので、ぜひご覧ください。この赤道寸外共和国は寸外金という女性指導者によって民族独立を果たし、民主的共和制を敷く新興国家として認められた国で、国土は本島と大小3つの島で構成されています。島の名前はそれぞれベア島、ミズイコ島、ンカ島となっており、最近ではガス島という新しい島ができたとかできていないとか言われています。この寸外金という方はもともと海外から流れ着いた東洋系の外国人だったと言われており、言葉も通じず記憶を失っていたそうなんですが、やがて人の心を読める力があると分かり、その力を悪用せず人助けに使ったことでお母様と呼ばれるようになったそうです。そのため現在では赤道寸外共和国の紙幣も寸外金の顔が載っています。単位は寸ガットで1寸ガット100円前後だそうです。赤道寸外共和国空港はンリルベ州の州都イエクカにあり、海外からの入国は必ずこの空港を経由します。そしてこの空港には多数の言語をマスターした C3PO2 の職員がごく稀にいます。ただしその他の職員は省内弁しか通じません。また空港周辺の観光スポットとしてバナナのうまいスパ、熊牧場があります。バナナのうまいスパはスパと言いながら3分1寸ガットのコインシャワーが1台設置されているのみで、肝心のバナナもそこそこ食べれるレベルのバナナがあります。ですが入場者にはウェルカムナシゴレンが振る舞われます。そして熊牧場は空港の近くにあるものの道が悪く車が通れないため徒歩で小1時間歩くことになります。施設では世界中のそれほど珍しくない熊が放し飼いされているので、熊よけスプレーが必要です。最後にいろいろある観光スポットの中でおすすめするのはンリルベ州議会議事堂です。建物は金色に輝いた尖った屋根を持つ特徴的なデザインで、このデザインは先住民族の住居をモチーフにしたものらしいです。ちなみに州議会はおよそ月に一度のペースで開かれているため、観光客が入場できるのは月30日程度のようです。2014年のデータではここ3年間の議題の中心は州議会議員の昼寝の時間を30分から35分に延長するという法案で、時につかみ合いになるほど熱い議論が交わされているようです。最後にもちろん赤道寸外共和国という国はありませんが、ここまで劇中に関係ない設定まで詳しく設定されているのもとてもすごいことだと個人的に思います。特にラスステは細かい設定が多いのもありますが、それでもトリックは劇中内であまり関係のないものまで設定されていることが多く、知れば知るほどまた面白くなるのもトリックのいいところだと思います。またその設定一つ一つに小ネタが含まれていることが多く、まさに探れば探るほど面白さが倍増します。ラスステでは主に逆読みをすると小ネタになっているというものが多いですね。ラスステのパンフレットの中に赤道寸外共和国のマップを見れるページがあるのですが、そのマップだけで数えきれないほど小ネタがあります。今回の動画の趣旨は観光名所を解説していくのと、トリックには劇中にあまり関係のない細かい設定まで小ネタがあることをいろいろな人に知ってもらおうと動画にしました。今回の動画では一部の観光名所を紹介していきましたが、その他にもいろいろな観光スポットがあるので、気になった方はラスステのパンフレットを購入してみてはどうでしょうか。それではまたお会いしましょう。Thank you.